はい、どうもルルスでございます。今日はですね、デュエルリンクスをプレイしていきたいと思うんですけども、まあ、今日は、まあ、とりあえずパック開封もしたいし、あとちょっとデュエルもしようかなと思ってます。で、まずはね、じゃあね、ちょっとデュエルしてみましょうか。とりあえずね、会話のレベル40でも行ってみましょう。デュエル行きます。はい、今ね、ちょっとバンデットキースを育ててる最中でございます。メタル化が欲しくて、25だっけな、レベル到達。ちょっと育ててますね。おお、ブルアイズが早速来た。デスハムセットのターンエンド。はい、はい、無駄だ。発動。はい。ターン終了。ドロー。おー、いいね、いいね。じゃあ。はい。グラール。それなんだろう、なんか怖いけど。行ってみようか。やっぱ来たー、エネミーコントローラー来たー。定番そうなりますよね。まあいいや、ツイスターかエネミーコントローラーかって思ったんだけど、エネミーコントローラーでしたね。はーい、デスハムが大活躍でございますね。デスハム大活躍。暗い。うわー、バオーもったいなかった。あ、グラールか。バオーじゃないや。ターンエンド。うわー。はーい。どうしようかな。ブルーアイズ持ってた方がいいのかな。これなんだっけ、フリックのリンゴ。どうしようかな。エネミーコントローラー出されん、ちょっとこれで、ちょっといいカード来るまでちょっと。お、いいね、よし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 、これでブルーアイズ召喚しのだね。あれ、あ、びっくりした、今1匹しか召喚されないとかなった。OK! いけ、ブルーアイズ、ブルーアイズいけ。はい。これでターンエンド。はい。はい、無理。はい、無理。おー、いいね、いいね。こいついらないか。こいついらないかとか言って、ちょっとせっかくだからすり替え使います。うえいこういうパティーンね、こういうパティーンですね。まあまあいいや。はい、うわ、特攻してくる、特攻してくる、いや、特攻して、やだ、もう。ヨーラ来たよ、もう。それ嫌い、もう。それ、もう、やー、もう。もう、やー、もう。何？何なの、もう、本当に。うらうら。なんか、イエーイ！イエーイ！イエーイ！よし！イエーイ！これはいい展開だぞ。ハイブは猫耳大嫌いだからね。え、来る？あ、びっくりした、びっくりした。よし、はい、これあれだよね、蘇るやつだよね。
すいません、未熟なので長いデュエルですいません、もうサクッと勝てよって感じだと思うんですけども、粘りました、私粘りました。はーい、なんだこれ、気持ち悪い、シューホース、クローン。はい、で今使ったデッキがこれです。カイザーシーホース、ネコミミちゃんとデスハムでしょ、でブルアイズで、まあとりあえず1体でね召喚できるちょっと攻撃力高めのね、アタックポイント高めなこと、これ最近のなんだっけ、ドラゴンのパックのやつ、赤いドラゴンのパック、ミニパックのやつ、あれで出たやつかな、これ確か。あとトークン召喚のこの子羊ちゃんでしょ、あとグラールと呪骨の仮面で魔法除去で道連れ、フリックのリンゴで、これなんかフォースフィールドなんかね、ビビリだからさビビリだからちょっと保険で3枚も入れてるんですけども、ここはちょっとな、人によってはなくてもいいんじゃねっていう感じになると思います。はい、まあ、これだけ結構ね万能で使えるので、ぜひ参考にしていただけたらと思います。はい、であと最近ちょっと気になっているデッキがありまして、このねスピリットドラゴン、最近出たカードなんですけども、こちらを使ったカードで、このカードが、ですね、戦闘を行う、自分のバトルステップ時に手札からドラゴン族モンスター1体を墓地に捨てて発動すると、このカードの攻撃力、守備力が、バトル終了時まで、フェーズ時終了時まで1000ポイントアップするんですね。はい、ここをちょっと覚えててください。で、このね、これ、財宝への隠し通路、これ、このカードが、自分のフィールド上の攻撃力1000以下のモンスター1体を選択して、この効果を使うと直接攻撃できるんですよ。直接攻撃できる。で、この子が1000なんですよね、アタックポイントが。なので、まずこれね、財宝への隠し通路使っての、この子の効果使っての、で、ドラゴン族のカードをちょっと手札にいっぱいね入れておけば、まあうまくいけばワンキルワンターンキルっていうのかな、できるっていうデッキが組めるみたいなんですけど、まだちょっと私入れるべきカードがちょっと少ないので、足りてなくてですね、このねポケドラとか入れちゃってるんですけども、もしねもっとねちゃんと運用できるようになったらちょっとお知らせしたいと思います。はい、じゃあ最後にねちょっとおまけにパック引いていきたいと思います。私はちょっと今回はエイジオブディスカバリーの方を引きたいと思います。私このねパックで欲しいの、この海へ渡る船と黒竜のヒナがね1枚持ってるんですけど、もう2枚欲しくて、私レッドアイズ結構好きで、なのでちょっとこの黒竜のヒナ欲しいでしょ、あとこの迷える子羊もちょっともう1枚ぐらい欲しいので、ちょっと全体的に欲しいカードが多いので、ちょっとこれを10パック引いていきたいと思います。いきます、どうでしょうか。デスハム、オーバーウェルム、マーマン、起きた、なんやねん、わーい、ここでダイダロス聞いちゃったね聞いちゃったね、ここで引いちゃうっていう、スターボーイ、サングル、オーバーウェルム、水神の護符、ヒゲアンコ来た、持ってなかったよ、いいねいいね、ヒゲアンコ欲しかったよ、おーいいねいいね、来てるよ、イエーイ、オーイエース、アメイジングアメイジング、やったね、ちょっと欲しいものがどんどん来てる、ウェポンサムラー、義水鏡、ハゴシード、氷結の番人、ブリドリズ、エミーツシオロマーマン、そろそろ終わりかな、ウォリアー、反抗術、白兵戦、主人のゴーフ、ブリザードウォリアー、白衣の天使、いいね、癒されるね、いいね、終了、よし、今回はねいい感じだぜ。まあなぜかねダイダロス来ちゃったし、海を渡る船、これ欲しかったんだ、これ欲しかったんだよ、やったね。でヒゲアンコウもね、水のデッキ組むときにすごいいいと思うんで、これはいいんじゃないな、ちょっと今回はいい当たりしてるね、いい引きしてたよ、今回これがね一番嬉しいかな。うん、
はい、じゃあね、今日も最後までご視聴ありがとうございます。じゃあ次の動画でまたお会いしましょう。またね、バイバイ。最後まで動画をご視聴いただき誠にありがとうございます。私の Twitter、LINE の公式アカウント、LINE ライブのお友達登録もぜひよろしくお願いいたします。動画の概要欄に URL がございますのでぜひご覧ください。 YouTube のチャンネル登録もお待ちしております。では次の動画でお会いしましょう。またねー。